こんにちは、吉谷さん。まあ、何を続ければいいのか、何は途中でもやめたらいいのか、まあ、判断がなかなか難しいところだと思いますね。まあ、一心不乱に何かをやるっていうのは、まあ、それだけで、まあ、結構ね、まあ、美しいもんだなとは思うんですけども、続けても続けても成果の出ないものとか効率の悪いものをやっちゃうことっていうのはあるんですよね。特にそれが好きなことだと立ちが悪いんですよ。で、2つの考え方があって、好きなことを続ける、結果が出なくてもそれが人生を充実させるということもあります。もう一つは、好きだろうが何だろうが、まずは自由と安定を確保しといて、それが完成したらいくらでも好きなことを効率悪くてもやればいいんじゃないかなっていうところですよね。嫌いなことでも突破して全部を手に入れた後に好きなことをやる、まあ、これも一理ありますよね。でも自由がいつまで経っても手に入らなくても好きなことだけを追求する、まあ、これもわからない話じゃないんですけども、まあ、富豪の考え方としては圧倒的に前者だそうですね。もう嫌なことでも何でもいいから人生を買い取ることをまず畳みかけていく。学習とか人付き合いとかもそう、嫌なことだろうが好きなことだろうが関係なく、まずは自分の足場を築くことに、まあ、一本槍になっていくと、後半の人生がどん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 楽になっていくそうなんですよね。まあ、それを習ったわけではないんですけども、やっぱ今ね、吉田さんね、私投資の利回りが複利になってきて、もはやね、効率とかいい悪いとかじゃなくて、もうまさに寝てても、まあ、なんかお金が増える状態なんですよね。あ、投資家とか資産家ってのはこんな感じなんだなと、少し似たようなことを感じてるんですけども、まあ、単純に金融商品がそうなってるところもありますけども、まあ、YouTube ですよね。 YouTube は吉谷さんも感じると思いますけども、もはやね、動画の更新をしなくても、まあ、広告収入が入り続けてる。どこかで過去に作った動画が再生されてるっていうことと、まあ、あとは再生された動画の中でセールスが行われてるんで、まあ、問い合わせなり制約なりがもう自動的に起きてるってことなんですよね。常に労働時間ゼロ、収入はあるっていう形が、まあ、これでできてしまうんですよね。その途中で、例えばね、私は感じなかったんですけども、いや YouTube の更新めんどくさいなーとかね、ネタ収集のための勉強嫌だなーと思っても、この今私が感じてる地点に到達すれば、ああ報われたと思いますし、もうそれやんなくていいんだともなると思うんですよ。だから効率を論じてるってことは、もう効率の中の競争なんですけども、もはやそこを抜け出して、その投資の世界ね、配当利回りの世界に入ってくると、もうすでに FX の取引すらしなくてもいいわけなんですよ。で、 FX の取引に関しては勝とうが負けようが全体資金にあんまり関係がないんでね、精神的にも楽ということが出てくるんですよね。で、ここまでお話してまとめると、今日の収入っていうのはね、結局自分の人生についた通信簿なんじゃないかなと思うんですよね。通信簿っていうのは大学では有料か不可って4つに分かれますけども、小学校とか中学校は5段階評価とか10段階評価っていうのがあったと思うんですよ。まあ、それが毎日突きつけられてるのかなというところですよね。だからたくさんなんかね、活動してたくさん悩んでたくさんぶつかって勉強してたどり着いても、通信簿が2とか3がぐる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 してるっていう人生もあるんですよね。でも逆にですね、通信簿はずっと10、有料カフカの U がずっとついてる、でも大して頑張ってない、何もしてない、運がいい悪いも関係ないみたいな地点ってのもあると思うんですよね。まあ、富豪とか資産家ってのはきっとそんなとこなんでしょうけども、なんか、ね、いわゆる親ガチャってのがありますけどもね、最近はね、逆親ガチャっていう、私はね、発想があるんですけども、生まれたらなんか豊かだったみたいなね、生まれたら親が賢かったとかね、生まれたら親が暇だったというね、逆親ガチャというね、まあ、これはあんまりいい言葉じゃないんで私流行らせたくないんですけども、なんかそのこの前も言いましたけど、この日本に生まれてる限り国ガチャに、まあ、勝ってるんじゃないかなという気はするんですよね、今のところね。これがだから10年後に生まれてたら逆国ガチャだったかもしれないですね、10年後とか20年後は。でもまあ早すぎず遅すぎず、昭和の時代、平成の時代、そして令和の時代見て感じることは、まあ、昭和の時代はなんか修行の時代だったかなと、
思いますね。で、令和の時代は試す時代だったかなと。で、私的には令和の時代はこのまあ平和と安定の時代かなと思いますね。世の中がどうあろうとも、今こうしてなんかぼーっとしててもなんかカウンターが回ってね、あとは税金の心配ということですよね。まあ、これね、あんまりこれ言うとね、まあ、自慢げに聞こえるかもしれませんけども、そうではなくって、それができるんだよってことをやっぱりお知らせしたいんですよね。打つ手がないんじゃなくて、やってることがちょっと勘違いしてるかもしれないということですよね。だから自分の人生で、自分の人生を構築するものを、まずは礎を築くために、それを継続するのは、まあマストだと思うんですけども、逆にですね、そうじゃないもの、を繰り返しちゃうとちょっと悲惨な人生が始まるのかなと思うんですよね。特にそれが自分の好きなことだったら結構立ち悪いんですよ。好きなことをやっていって、その時点では充実してるんだけども、人生やね、健康はどん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 摩耗してしまってるというね、なんか寂しいことがあるのかなと思いますね。まあ本当若い時間ってのは戻らないですからね。吉田さんも39ですか。39ですか、いいですね。仕事ばっかりやってダメですよ、吉田さん。まあ仕事が好きなんでしょうがないですけどね。まああれですね、思えばね、やっぱこう、まあ精一杯、まあ誰かのためになんか胸焦がしてみるとかね、なんか何でしょうね、何をやったらよかったんですよね、過去は。過去振り返ってみれば、これをやっておけばよかったってものはなんか特にないというね、私なんですけども、まあこれはやらなくてもよかったなっていうのは結構あるんですけどね。だからといって何をすればよかったのか分かんないですね。いやー、ちゃんちゃんですよ。まあいってらっしゃい。